内藤が狙っていった、決めた、直接フリーキックで決めた。3試合ぶりのゴールは直接フリーキック、背番号18番の内藤、今シーズン初。北九州が直接フリーキックで先制。高い壁を越えてシュートを決めていきました。前半41分、もう一度ご覧いただきましょう。川口も反応して手を伸ばしていきましたが、ここは内藤、素晴らしいシュート。1対0です。ギラバンツ北九州が3試合ぶりにゴールを